はい、こんにちは、文豪です、えー。今回はちょっといつもと趣向を変えて、スライドを使った形式でやってみたいなと思います。まあ、これもね、あの前からやってみたいとは言いつつも、なかなかできていなかったので、今回ちょっとね、えー、試しにやってみますんで、まあね、えー、いつものも、ね、のを見せるのもいいんですけれども、今回はちょっと理屈というか概念みたいなところが多くなってしまうので、そういうところをですね、説明するのに、スライドを使ってみたいなと思います。ということで、 今回紹介するのは万年筆の基礎講座ということで、まあ、万年筆の仕組みについて語りたいなというふうに思っています。で皆さんあの万年筆って言えばね、えー、毛細管現象よく聞くわけですけど、毛細管現象を操る仕組みについて本当に理解していますかっていう話なんですね。万年筆って言えば、まあ、毛細管現象でインクは出てくるんでしょうということなんですけれどもじゃあどういうふうに毛細管現象を利用しているのかっていうのを 正しく説明するのは結構難しい。まあ、かくいう私もですね、ここ数年ぐらいですね、本当に、まあ何年か前ぐらいにだいたいあこういうことなのかって分かったような話で、まあ、ね、文房具を辞典を書くにあたっていろいろと調べたりとかですね、あとは、まあ、あのー、まあいろんなところでね、えー、講演をしたりとか、いろんなところで、まあ文房具の話をちゃんと解説すると、まあ科学館みたいなところで話をしたりとか、いろんなことが出てきたので、まあそんなことをしているときに、じゃあ、 ちゃんと説明できるかなと思って言い始めるとなかなか難しくてですね、まあ、調べ始めるとこれが面白いっていうところでですね、まあ、その話をですね皆さんに分かってもらいたいというお話です。ということなんで、まあ、今日ちょっと理屈っぽいかもわからないんですけれども万年筆に関してここだけはね押さえておくとうめっちゃね重要なポイントなんですね。 万年筆が他の筆記具と違うあるいは万年筆の最近の万年筆っていうのがどう,どうしてこういうふうになってるのかっていうのが分かるようになるためにはまあ避けて通れない理屈だったりしますもちろん使い方とかには関係ないのであの万年筆基礎講座なんですけども使い方講座ではありませんなんでまあ使うのはねあのー、この講座とはまた別にですねインクの入れ方とかねそういうのはねまた別にやりたいなと思いますね今回は万年筆の仕組みについてのお話です はい、で万年筆の話ね、えーとーまあ、なんで万年筆ってインクでき出るんですかって聞いたら、大体の人はですね、毛細管現象でインク出るんでしょっていうふうに、まあね、思いますよね。なんですけれども、このね、毛細管現象でインク出るっていうのは間違いじゃないんですけれども、みんな、この毛細管現象っていう言葉を使った途端に、頭が思考停止してませんかえ毛細管現象って。これですよねね、えーまあ、水にね ストローみたいな筒をピッて差し込むとですね水面ががちょっと上がりますすよねねここれです、ねまあ、あのこれで現象水にって今あえてねここに水に細い管を刺すと水が、えー、管の中に吸い上げられますよとこの時管が細いほど水は高く吸い上げられますよというのこれここまではね中学校ぐらいの、まあ、物理で習ったかなと思うんですねなので、えー、知ってる人も多いと思います なんですけども、実はこれなん、水だからなんですよあの。液体が違うと、この上げられる高さも違ったりもするし、場合によってはです、ね、あの水銀なんかだと水面が下がったりすることもあるんですよ。なので、一、まあ、回、今回はです、ねまあ、水にって書いてあるし、あと、この理屈を説明し始めると、まあ、なんかね、濡れ性とか表面張力とか、そんな話をし始めると、これはまた大変な話になるので、今回は割愛します。あのー、それが知りたいわけじゃないんでね。 ということで、割愛しますけれども、まあ、大雑把にしといてください。毛細管現象っていうのは、太い筒と細い筒があって、それをですね、水にガッて刺すとですね、細い筒の方が水面が高く上がります。で、細きゃ細いほど高く上がるし、これ、ね、あの、普通には考えられないぐらいのね、高さまで上がっちゃうわけですね。あの、刺したからって言って、なんでこれが上がるのかわかんないですけども、っていうふうにね、なってるわけです。こうやって上がっていくわけですけども、 この毛細管現象があるから、まあ、マネ筆はかけるっていうのはもう間違いないことなんだけど、でも毛細管現象を使ってるからかける筆記具なんて、まあ液体を使ってる筆記具のほとんどはそうなんですね。まあ一部ボールペンみたいにちょっと原理違うぜっていうやつあるんですけれども、ほとんどの筆記具、えー、インクを使ってる筆記具の大半はですね、毛細管現象を利用してます。例えばだって毛筆だってそうですよね。 ペン先についている、いっぱいついている動物の毛ですけれども、この毛の隙間のところがすごく狭いわけですね。なので、ここにインクが吸い上げられていきますよ。これ、毛細管現象です。毛細管現象でインクをたっぷり含んだ状態で、えー、まあ、かけるようになると。だから、インクの瓶の中に入っているやつを一旦吸い上げる方法として、毛細管現象っていうのは、ほとんどの筆記具で使われています。これもそうですよね。あのー、こういったですね、あのー、まあ、 えー、まあ万年筆ができる以前のこういう羽ペンだったり足ペンだったり割り箸ペンだったりそれからまあ他にもねいろいろありますよね。つ、まあ、けペンって呼ばれてるものはほとんどそうですけれどもこんな風にしてですね、まあ、ペン先の部分に、まあ、ちょっと割れ目が入っていてそこにインクが吸い上がっていくのを利用してそのインクを 使ってるわけですね最近流行っているガラスペンなんかも当然そうですね。先端の部分にまあ、ヒダヒダがついてますよね。このヒダヒダの隙間のところが細くなってるからここにインクが吸い上がっていく。この形状が上手にできているとまあ、ねガラスペンっていうのはすごいインクを吸うことができるんですよ。はがき1枚分かけますよみたいなことを言ってます。ね。全部同じなんですね。 で、この吸い上げたインクを、じゃあなんで紙にかけるかっていうと、これはまた紙の性質の問題があるんですね。紙の表面っていうのがまたここがですね、まあ細かなね、繊維でできていますから、こっちにもですね、まあちっちゃい隙間がいっぱいあるわけですね。ここのところに触れた瞬間に、今度は紙の方に毛細管現象が働きますから、こっちに向かってインクが吸い寄せられていくっていうことで、まあかけていくわけですね。でもこれは別に、まあね、 あの万年筆に限ったことじゃなくってガラスペンでもそうだしつけペンでも何でもそうなんですね。あのー、で毛筆でもそうという風になってます。じゃあ他に何か違いがありますかって言ったらあずっと書き続けられるところがこのね万年筆つけペンなんかとかねガラスペンに比べるとじゃあ何がいいんですかって言ったら後ろにね、まあ、じゃあインクがいくらでも出てくるっていうところが特徴ですよねって。じゃあどうしてインクがずっと出てくるんですかって言ったらね まあインク容器があるからに決まってるじゃんってねそう思うかもしれませんまあそうですよあの基本的にはそうなんですけれどもただインク容器があって毛細管現象があったらインク出てくんのかって言ったらそうもいかないっていう話なんですねでそこが問題なんですねそっからが面白くなってきます例えばこんな状態ですはいインクタンクっていうね容器を作りましたその先端にストローみたいな筒をつけましたよと でこの状態でパッて離したとしたらどうなりますかっていうとインクは下に出ようとするんですけどビヨンって下に降りてくるんですけど降りてき始めたところで、まあ、タンクの後ろ側に空気があったわけですけどもその空気が薄くなるんですねそうすると実は気圧が低くなるとですね、えー、引っ張る力が発生してしまいますまあ正確には周りの大気圧に押されるっていうことで押し戻されるっていうのが、ね、正しいんですけれども インクを外に出そうとするね重力に対して外側から空気が押してるわけですね。なんでこれ以上インクが出てこなくなりますっていう問題が起こります。これは万年筆に限らずいろんな筆記具で起こることで例えばサインペンなんかでも先端部分にこうやって穴が開いています。なんで開いてるのか。ね どういうことかというと、ですね、えー、これはですねねあのまあね、インクが出ていったときに代わりに空気入れてあげないとその分インク出ていかないじゃんということに対応するために穴が開いてるんですね。で、サインペンの場合はこれで済んじゃうんですよ。なんでかっていうと、サインペンはもともとサインペンの今ピンクのところがねこれ自体が繊維でできてますから、ここにものすごい強烈な。まあ 毛細管現象が働いてるんですねなので、インクを、まあ、ほっといても垂れてこないでしょ。ね、なので、ペン先から勝手に垂れてくることじゃなくって、まあ、紙にくっついたらインクが出てくるんですけれども、くっつかない限りはペンの中に閉じ込めておくことができるんですね。なので、必要な分だけペン先からインクを取り出すと、横に穴開けとくだけで空気が入ってきて、まあ、ちゃんと必要な分だけインクが出てきますよっていうのがサインペンです。 でもさっきの形だとどうなりますかっていう話なんですね。まあこんな状況になっていますよと。じゃあ上のところがまあ空気が足りないからじゃあ空気入れてあげましょうって言って上のタンクにじゃあ穴開けたれっつって穴開けるとですねジャーってインク出ちゃうんですね。あらあらっていうことになります。まあ、なんで出てきてしまうかというと後ろから空気が入ってきたから当たり前なんですけどもインクは重たいですからそのままジャーって出てきちゃいます。ね。ここでね。 これをとどめるためにいくつか方法があります。毛細管現象っていうのが、まあ、ここでね、2つ覚えておいてほしいんです。1つは毛細管現象っていうのがあります。細い管の中には水が入っていくんですけれども、これまた細い管に入った水っていうのは閉じ込められて持ち上げても出てこないんですね。っていうのが1つあります。それともう1つ、えー、表面張力っていうのが働きますよっていうのがありまして、えー、これね、ストローの中にね、 あのストローでジュース吸ってる時に途中で空気入っちゃう時ありますねポコって泡が入っちゃいましたこの泡って上にも下にも行かないんですよねこの泡は、えー、上と下にある水に閉じ込められてるんですね表面張力っていうのがあるので、えー、空気はある程度の大きさの塊になってしまってこれがまあ線みたいになっちゃうんですねなのでこれのおかげで実はこの空気っていうのは本来ならばね あのインクよりも軽いんで上に上がりたいんですけれども上がれないんですねここで留まってしまいますなので実はこの表面張力の面を蓋として使うことができるんですねでインクを閉じ込めることができますじゃあどうなるかって言ってまあちょっとねこんな容器を作ってみねこんなものを考えてみますえさっきのインクタンクの下に2つ、えー、筒をつけました1つはちょっと太め1つはちょっと細めでその先にもっと細めの 筒ををつけたものを考えてみましょううということですねこうなるとどうなるかっていうとこんな感じです。毛細管現象の力は、えー、こんなな風になります細いほど毛細管現象の力が強い。毛細管力って書いてありますけど、これはあの科学的に正しい言葉ではないです。ただ、まあ、便宜上、さっきのね、えー、吸い上げる力がどっちが強いかっていうところでいくと、大中小になります。 特に毛細管理力大って書いてある細いところはインクを吸い上げることはあってもそこから離さないんですねこの中にインクは入ってくるけど出ていかないっていう状況が、まあ、作れるような細い管ですっていうふうに思ってくださいこんな状態のところにインクを入れましたドーンって、はい、入れてここでパッと離しますあまあまあこうですねこの状態ですねここでパッと離すとどうなるかっていうとインク下がろうとするんですけどここで止まりますねっ はい、さっきと同じです。えっ、ー、と、細きゃ細いほどインクを吸い込む力は強いですから、左側の方が先端までインクがいってます。でも、右側は途中で止まってますよね。っていう状況が起こっています。で、じゃあ、漏れ出るのかって言ったら、上の空気が足りないですから、ね、これ以上は下には降りてこれません。っていう状況が起こっています。で、この、 え右側に関しては結構太いんですけどもインク自体が線になって空気が入ってこないと漏れないんですねこれで止まってますこんな状態が起きますよというところですでここにじゃあこのままだったらこれで止まっていられるんですけどここに紙をくっつけますはい紙が出てきました紙にこの先端をペタッとくっつけると何が起こるかっていうと実は紙は毛細管現象の力がすごい強いですね まあ吸い込む力がすごい強いと思ってください。ってなります。そうするとどういうことが起こるかというと紙にインクが染み出しますよね。ってことです。はい。えー、紙のにインクが浸透してインクが出ていくんですよ。じゃあどうなるっていうとね、インクが出ていく力が強いもんだからこっちにインクが引き寄せられるんですがそうするとね、 上のタンクはね前にも増して圧力が低くなろうとしてしまいますよね,がね外よりも圧力が随分低くなりますこれは困るっていうことでじゃあどうなるかっていうとこっち側のインクが吸い戻されるんだよねっていうふうに戻っていきますということでインクがちょっと上に上がってきましたこれさらにインクが紙の方に吸い出されるとどうなるかっていうとはいインクが染みていくとほら穴のとこまでね えー、根元のところまままで来てしまいましいた、ね、こうやってタンクの根元までインクが吸い上げられてしまうとじゃあその後どうなるかっていうとさらに広がっていくとこっから、はい、泡がポコって出ますで出た泡はそのまんま、ねえー、タンクの中にポコって入っていてこの上の空気と合流するわけですねそうするとほらね えーまあ、外の気圧と近くなるのでここでまた一回安定しますよねっていう風になりますこうやって空気が入っていくんですよ、ね。っていうことを利用してるのが万年筆ですっていう万年筆をねこんな四角い形で書くとねあれかもしれませんけれども実はこういうことです。えー、万年筆にはねペンシンっていうのがあってその先にペン先がついてますねあのペンシンっていうのは万年筆の,あのペンの裏側についてる黒いやつね あのなんかあのプラスチックのやつがついてますよね。でその上にマネ筆の,あのペン先あの金色の、ね、金属のやつがついてますけれどもあれがペン先です。で、えー、ペン先にはですねすっごい細いあのき切り割りっていうかですねスリットが入ってますよね。でそこが割れている割れ目があってでそれよりもねちょっと太い溝がペンシンっていうねあのプラスチックのやつには刻まれています。で反対側に空気を入れる。 まあ、穴を作っておくわけですね空気溝っていうのがあります。っていうので空気が入っていくのでこうやってですねインクが出た分空気が入っていくっていう仕組みがこういうふうにできています。じゃあ具体的にどうなってるのか見てみましょう。ペンシンっていうやつを見ると分かるんですけどこんな形になっています。でこれあの「角野」ってありますね。あの1000円の万年筆です。よくできているってよく言われますけれどもこの角野の万年筆はどうなっているかっていうとこれ分かりやすい。ね。 えー、上が裏から見たやつ、下が表から見たやつですね。なんですけれども、これを見ていくとですね、えー、この形にですね、ここ、はい、えー、下を見ていただけると、ここに細い隙間が入っていますね。もう一回いきますね。こんな感じになってます。なので、ここのところに細い隙間があります。この隙間を通ってインクは出ていくんですね。これ出る方のね あのさっきの「毛細管力中」って書いてあったとこですねこの上にねあのペン先がついてるんですけどペン先にはもっともっと細い溝が入ってますよねでそこのスリットで出ていくんですけれどもここからインクが出ていきますじゃあ空気が入っていく太い穴はどれかっていうとここですえー、と裏側の下のところに大きな穴が開いていますでそこから空気入ってきますで根元のところに行くとそこでクイッて横にね裏に回ってるんですけどわかりますか 裏に回ってですね、えー、隙間がこうね中に通じているんですね。こんな形になっています。なんで裏から入って横を通って上に面に来て、えー、中に入っていくっていうこういうね、えー、ルートを通って空気が入っていきます。これがさっきのこの形なんですね。わかりました？なので、えー、右側の太い通路っていうのがさっきの水色のルートですね。これ水色のルートですね。ここですね。 になってますで赤いルートの方が左側にあるルートになりますよということですではこれでねまあたい万年筆の基本的なところは完成なんですけどもただこれだけでやっとくとですね時々困ることが起こります何が困るかっていうと万年筆をずーっと手に持っていたりとかあとはねあの気圧の低いね ところに持ってったりとか飛行機に乗って上空に上がってみたりとかっていうことを起こるとですね周りの気圧に対して中の気圧が高くなってしまうことがありますまあ温まると空気って膨張しますからずっと手に持っておくと何が起こるかっていうと中の空気が膨張してしまいますよということですね温まった空気が大きく膨れてしまうとですねまあ内圧が高くなってインクが漏れちゃうわけですねでポタポタ落ちてしまうとこれインク漏れですね困ると じゃあどうするかっていうととりあえず今インクが漏れそうなやつだけちょっとどっかに避けときましょうっていうのが万年筆には機能として備わっていますそれがですね蛇腹、まあ、と呼ばれる部分なんですけどもどういうふうにするかっていうとここにさらにはい、えー、毛細管力中の下みたいなやつを作ります。横にねえー、まあなんか横道をいっぱい作るんですねこの太い方の道に横道をいっぱい作ります そうすると出てこようとしたやつが下から降りるよりも先にこの狭いルートの方に行こうとしちゃうんですね。で横にはまりますっていうことが起こります。なんでここに一旦貯めておくことができるんですね。なので、えー、出過ぎたインクっていうのはだ上に上がる分には構わないんだけど下に出てきてしまうと困るので出そうになったらこの横の溝のところに一旦避けといてくれっていうのがこれなんですね。 で、この漏れないように一時的に溜めておく場所っていうのが、このね、えー、細い溝です。あの、中ぐらい細い溝っていうのを作るわけですね。これはどういうことかというと、こんな感じです。まあ、ここでインクがね、もうあの、外に出ていくところにインクのね、ね、えー、ペン先に向かっているインクのところはすごく狭いですから、ここからはインクは、まあ、えー、っと、まあ、これ以上出ていかないわけですけども、 えー、ここからですね、あの太い方にインクがね、余ったインクが出ようとするわけです。で、ダバーって出てくるとこっちに来るじゃないですか。で、ここから出,出ちゃうと危ないってなったときに、ここにですね、えー、上下のところにですね、ひダひダがついてますね。ここにインクがジャーって入っていくわけですね。こうすることによって、インクが外に出るのを防ぐことができます。なんで、一旦ここにインクを貯めとくんだね。っていうことをするために、まあ、ここがあるわけですね。で、これも、 あの根元側と先端側で今2って書いてある数字のね前と後ろで幅が違うの分かりますかね根元側の方が狭くて先端側の方が広いんですね。なんでかっていうと先に入ってほしいのは根元側なんですね。それでも足りなくなったら広い側に入ってくださいっていうことで優先順位をちゃんとつけてあるんです。なのでインクはこんな順番で外に漏れようとしたやつを止めておくことができるんですねっていうのが万年筆のペンシンの 仕組みですなんでこいつはそういうことをうまく使っている上のルートからはあのインクを出してペン先の方に持っていきますよとで必要な分だけ出すとそこからインクが、えー、と取られると、えー、下側にある大きな隙間から空気が入ってきてで中に入っていきますよという仕組みですねこれをコントロールしてるっていうことなんですねはいでこの仕組み じゃあいつでできたのかって話なんですけれどもこのしつ仕組みができたことによって万年筆っていうのは明らかによくなったわけですけれどもこの仕組みの基礎を作ったのはじゃあどの辺かっていうと万年筆の歴史一応ですね万年筆はえっ、ー、とまあよく言われるのは万年筆の一番最初はって言われると特許で言えばこれです1809年フレ,フレデリック・バーソロミー・フォルシュっていう人がですね あのまあ万年筆の最初の特許を取っていますよっていうことになってるんですけれどもこんな形でしたよということですね後ろにこれねえまあ断面図になってるんですけどペン先が下にあるのは分かりますよねで後ろのところですえ K って書いてあるところになんかねボタンがついてますプッシュボタンがついてますでこのプッシュボタンを A って押すとですねえその先にある V っていうところですねここですここのなんか線がついているのが K を押すと線が開くの分かりますかね でこれを押すとですね蓋が開くようになってるので蓋が開いてここから空気が出ます入りますねこっから空気が入ってくると中に溜まっているインクはえこっちから出ますよねとだからそれがペン先に伝わって書けますよねっていうのがフォルシュの万年筆ですで万年筆の原始的な形としてはこれでですねまあペン先にインクを送り出す機構と、まあ、インクタンクを持っているのでこれがまあ万年筆の最初だと言われているんですけれども これだと書くときに必要な分だけインクをちょっとずつ出してあげる工夫が必要なんですね。だからこれ空きっぱになってたらインクがダバーッて出て漏れちゃうんですよ。なんで、まあ、必要なときにちょっとだけこうね後ろの線を開けてあげるっていうのが重要なところです。 これはね、あのー、インキ止め式とかいう万年筆とかも、まあわりかしこんな感じの仕組みでできています。後ろをちょっと開けてあげて空気を入れてあげると書けますよみたいなことになってたりするんですね。空気入れる方法っていうのがこういうふうになっています。ねで、これなんですけれども、じゃあこれでもまあ書けるっちゃ書けるけど、インクのコントロールがあんまり良くなかったわけですね。ここに現代の万年筆っていうのを作ったっていうね。 話はでですすすねねここからなん,です、ね、えずいぶん経ちますこれ1809年なんですけども、えー、時は1884年までね、えーまあ、下りますルイス・エドソン・ウォーターマンというおじさんがいますこの人が近代的な万年筆のまあすごい基本的な、まあ、仕組みっていうのを確立したと言われています。 まあこのね、あのー、ウォーターマンっていう人、あの、ウォーターマンって万年筆のメーカーありますよね。あれの、まあまあ最初の最初を作った人、まあ今のウォーターマンはいろいろと経緯があってま、まあこの話もややこしいんですけれども、もともとアメリカ・ニューヨークにいた、まあね、あの、保険の仕事をしていた人なんですね。なんですけれども、まあ自分で万年筆メーカーを立ち上げて、 まあそのあいろいろあってフランスにも出て、ね、あの、視点みたいなのができて、フランスでいろいろとね、あるわけですけど、アメリカの方が潰れちゃった後にフランスが残るっていうね、いろんなややこしいことがあって、今のウォーターマンが残っているので、今のフランスのウォーターマンがウォーターマンかっていうといろいろっていう話は置いといて。で、まあまあ、とにかくね、この、 アメリカのニューヨークにいた、えー、ウォーターマンっておじさんがですね、まあ、保険の仕事をしていたけどって言ってねこの話もね実はちょっとう、ね、そらしいって話なんですけどねよく出てくるのがあのね、えー、契約書を書こうとした書いてもらうのに自分が出した万年筆がインク漏れを起こしてしまって、えー、契約を逃すとお客さんに怒っちゃって新しい紙持,持ってきますからって言ってるうちにお客さんがポンスカーしてどっかに行っちゃって違うところので契約をされて大口を取り逃したと。 でこんな万年筆のせいだって言って万年筆はもっとねインク漏れしない万年筆を作らなきゃって言って作ったっていう話があるんですけれどもこの話すっごい有名なんだけどどうやらウォーターマンが死んで20年ぐらいはどこにも出てきてなくてその後でよく言われるようになったっていう伝説でですね、まあ、どうやらちょっと怪しいっていう伝説ですまあそのウォーターマンなんですけどただそれはその話はともかくとしてでも彼が発明したことってのはすごかったんですよ 何がすごかったかっていうとこの図面です。はい1884年にウォーターマンが出したパテントの図面です。でこの図面なんですけどもよく引用されています。でいろんなところに出てきます。なんですが大概ねあのウォーターマンの発明した万年筆ですって言って出た時には大概こっち側が出てくるんだよね。まあこれも横から見た図ですごい重要な図なんだけれども。 本当に大事なのは、こっちなんだよね。図2ってやつです。え、2っていうのは、この図面でいくと、2って書いてある横に1本線が引いてあるわけですけども、ね、縦に、縦のあの断面になっているところの、2から2って言って引いてあるところの線なんですけれども、これがですね、ま、あの、ま、輪切りにするとこんな形ですよっていうね、図です。これはすごい大事。 何が大事かっていうと、ここのですね、えまあ、よく見ると、ここにもうね、潰れかかってる、これアメリカのね、あの、特許の、あの、アーカイブからですね、今でもあの、普通に見れます。あの、ちゃんと検索すると、特許のアーカイブで見れるので、そこで見るとですね、こんな図面が出てくるんですけど、まあ、やっぱりね、あの、取り込み解像度の問題でですね、ここ非常に見づらいんですけれども、ここがすごい重要なんですよ。あの、E と E ダッシュってついてるんですけども、で、あのね、ここの、 A って書いてあるところがすっごい大事なんですけれどもこれをですねえまあちょっと分かるようにするとですねどうなってるかというとこんな風になってんだよね。え水色のところがペンシンです。で軸です。で,で赤いところが隙間です。なんでまあこれちょっと大きく書くとこんな形になっていますよとこういうパーツがついてますよっていうのがすごい大事なんですよ。このねあの小文字型というか あの,デコボコのへこんででる方ですね、えー、どっちがデコだボコの方かな凹んでる方です。この形なんですけど、これが重要です。これを、まあ、ちょっとこっち向きにしますけれども、こうなっています。で、これが、この溝がですね、あのペン芯の根元から先端まで掘られているわけですねで。この溝すごい大事で、この上に先端部分に関しては、ここにですね、ペン先が載ってるわけですね。になってます。こんな感じですね。 上がペン先で、えー、下がペン芯ですね。っていうところですね。で、ここに、ここの隙間のところをインクがね、出てくるんですよ。まあ、あのここ断面どこかっていうと、この辺だと思ってください。ペン先に近いところですね。ペンの先端に近いところの断面を見ていると思ってください。じゃそうするとここどうなっているかっていうとですね、ここにですね、インクが、まあ、こうなってるんですけども、この隙間、さっきと同じですね。考えてください。はい。 えー、毛細管現象の力でいくとどこが強いですかって言ったら一番細いところはペン先にあるスリットですねこれ毛細管現象の力がすごく大きいですで次はこの溝の下にある細い溝が2本ありますけれどもこの2本ある細い溝が、まあ、毛細管現象の力としては吸い,吸い取る力が強いですねで真ん中に、えー、毛細管現象の力が弱い、まあ、ちょっと広い場所がありますよということになります でここにインクがダーって流れてくるんですね。っていう状態です。でもこれだと、いずれ書けなくなってしまいますよと。だって、インクタンクの中にある空気がなくなりますからね。空,あ空気っていうか、インクが減ってくると、まあね、その分空気が広がって、負圧になってしまうので、出てこなくなりますよってことが起こる。じゃあ、どっかから空気入れなきゃいけないって言った時に、どっから空気入るかっていうと、ここです。はい。この図面でいくと、ここのところに隙間があるわけですね。 でここから空気が入っていくんですけどもこの時に空気の泡が入ると空気の泡が入っちゃうとさっきのねあの泡が間に線になってしまうとストローであの図ストローの図を見せましたけれどもあんな感じで空気が間に入っちゃうと、まあ、上,か上からインクも降りてこないし空気も上に上がれないっていう状況が起こってしまうわけですよ。 じゃあそれをどうするかっていうとこの隙間だったらこういうことが起こるんですね空気がこの大きい隙間の中に空気が通るんですでも細い方の隙間にはインクが入ってるんですねなので空気で閉ざされていってもあの全部が閉ざされるわけじゃなくてこの細い方の、まあ、下駄の足みたいなところがありますけれどもそこのところは実は、えー、まあねそことは 現象の力がこっちの方がずっと強いのでこっちにインクが入った状態になりますよということなんですよ。これすごいうまくできていてこの方法によって空気を入れつつインクを出すっていうことが1個の溝でできることになったんですね。まあ1個の穴でというか。ね。なのでえっとこれまでは。 これがなかったら空気が入ろうとしたときに空気は上がろうとするインクは出ようとする同じ通路で、ねあのーまあね、正面衝突した状態で止まっちゃうんですよ。なんでしょうがないからインクの方が横の脇道の細いところにインクがよける。で真ん中の大きな通りには空気を通してあげるってことができるようになったのがこの穴のすごいところなんですよ。だから 万年筆は毛,毛細管現象を使ってインクを出していますっていうのはこの下駄みたいなところにインクが通るっていうことをうまく利用して先端に近,い近くまでインクを持ってくるんですねで空気の泡の前後のところでま,まあペン先のねこう上と下分かれてるように見えますけれどもこれ空気が入ってないところは上も下もつながってますから上にインクが伝わるわけですねそうやってインクを出していくっていうのがこのね 新しいやり方なんですねこれが今の万年筆を,を作るもう基礎中の基礎なんですねなんでウォーターマンっていう人がいかにすごいかっていうのはこの技術を考えたところなんですよということなんですねそれ以前はだから出る量調節するっていうのが結構後ろの蓋開けるだったりとかなんとなく入るところを狭くしといてまあちょうどいい具合に空気が入るようにとかいろんな工夫をしてるんだけどうまくいってないんですね これで初めてインクの量を意図的に調節することができるようになってきたんですね。でペン先が、えー、すっごい細いスリットなのでそこからインクを紙に引き出していくとその分だけ空気が入っていくけれどもでもこの空気が出てくる穴はそんなに広くないですからインクが勝手に出てくることもなかなかないというふうになってますよということですで。これでインク漏れしない万年筆っていうのができるようになりましたっていうのがウォーターマンのすごいところです。で 今の万年の全てのすて基礎ですじゃあ今こんな状態ができたわけですけどでも今ねペン先からなんか隙間からインク入れてるじゃないですかインクでは空気入れてるじゃないですか。でペン先の裏のところから空気入れてもいいんですけどももうちょっとインクが入るやり方としてはうまく入る方法あるよねっていうのをじゃあいね空気はせっかく 上にあんな穴があるんだからそこから入ればいいじゃんっていうことで上にね、はい、空気の入り口をちゃんと作った方がいいよねって言って作ったのがこれです、えー、ハート穴って呼ばれていますねあのペン先にハート穴っていうのがついてるペンっていうのはあら何かっつうとここから空気とかインクとかを上に取り入れるための穴なんですねなのでここの隙間のところから、まあ、インクが入っていくようになってますで断面でいくとね こんな感じです。だからあの、えーまあ、上につながっている穴に繋がるための大きな穴を開けとくとそうすると空気入りやすいよねっていうことで、まあ、前よりも、まあ、裏側についてるとやっぱどうしてもインクが上からねのしかかってくるような形になりますからそれのところを上から入れた方が空気入りやすいよねっていうのが ここののの発明ななんんでですすねね、まあ、ハート穴ってていいうううを上に開けてあるのはそういうことなんです、ね、もちろんこれによってペン先がちょっとしなりが良くなるとかいろんな効果もあるんですけどもそれ以上に、まあ、上から空気を入れるっていうことで使われてることが、まあ、本来の目的ですじゃあこの上から入ってくんでもいいんだけどこの字形の溝っていうのはすごいよくできてるんだけどもでもこんなことしなくてもいいよねっていうのがその後の考え方です入り口と出口は分けた方がいいよねっていうのがこれですね なのでえっとまあ最初の万年筆っていうのはそのねこの字型の穴を作ってあげて同じ通路で空気と水がすれ違いができるようにしたわけですよ。なんだけれどもすれ違いさせなくてもそもそも入り口分ければいいじゃんって言って作ったのがこの空気とかインクとかを取り入れる穴を別にしたやつですね。さっきに最初に紹介した角のとかはそうなんですね。 なので、えー、実はですね、まあ、書くのっていうのは別にハート穴があろうがなかろうが関係ないんですね。あれはペン先をしならせるためだけのハート穴なんですね。ということで、入り口がこっちについています。であの万年筆メーカーによっては、このハート穴のない万年筆もいっぱい出てます。ということなんですね。なので、まあ、こうやってやるとですね、今の万年筆がありますよということですね。だから書くのは後ろ側からインクが入ってます。であの空気も後ろ側から入るようになっていて、 まあペン先の部分に関してはあの細い溝でインクを取り出すと。でも基本的なルールは一緒です。細きゃ細いほどインクはそこを通るんですけれども、えー、まあね空気を入れてあげなきゃいけないと。で空気が入るときに空気の入り口と、まあ、インクの出口っていうのをちゃんと分けてあげましょうっていうのがこの考え方ですね。それが最初に見せたあのタンクから2本の筒が出てるっていうのはそういうことなんですね。わかりましたでしょうか ということでですね、えー、まあ、今までの万年筆っていうのがどういう仕組みでインクが出てるのかっていうのが伝われば良かったかなというふうな、えー、ことで、<laughs> 今回はちょっとややこしいですけれども、あもう一回見てみて、あの最初に戻ってみてもらえればと思うんですけれども、えー、タンクから2本筒を出しますよと。で、太い方と細い方がありますよと。太い方はね、 えーまあ、空気を取り入れるような穴で細い方がインクを出す穴ですよそれは毛細管現象の,との強弱を利用してより強い細い隙間の方からインクを取り出して余ったところからです、ね、空気が入ってくるとでも空気が入ってきた時にインク漏れないように空気をですねインクの表面が蓋をする形でインクを止めてますよっていうのが万年筆の出来方ですということで、うん、なかなかすごい話なんですね。 ややこしいでしょね。あのー、まあ、分かったかどうか分かりませんけれども、そんな仕組みになっております。ということで。 多分ね、これね、ちゃんと説明してあるってうか、動画で説明しないと分かんないんじゃないかなと思ってやってみたんですけれども、皆さんもし、あの、何かあったらですね、コメント等いただければと思います。えっ、ー、と、ね、あと、まあ、もっと分かりやすいなんか資料あるよとか言うんだったら、また教えていただければというふうに思いますので、またこんなね、授業もやってみたいなと思うので、えー、たまにはこういうね、スライド形式のやつもいいかなということで、今回はそういうお話でした。ということで、今日はそういう話です。以上です。